JRKB のエルザです。ランチです。こんばんは、通りすがりの人です。ひできです。さあ、今日はね、メンバー3人と通りすがりの人1人で1人混じってましたね。はい、お願いします。お送りしようかなと思っております。さあ、どうですか最近は。最高です。8月は終わっちゃいましたね。終わりました。あー、終わりました。もうもう9月です。なんか寂しいですね。寂しいですね。え、なんか夏やっぱりいいですもんね。暗くなるのも早いじゃないですか。変わってきた。なんか、やっぱりでも秋ってちょっとやっぱり寂しいですよね。切ないよね。なんか切ない。なんか春になるとなんかウキウキしますよね。逆に冬が終わってなんでだろうなーって。まあ春ぐらいからこう気持ちが上がってって、はい、夏が終わるとこう落ちていく感じ、切ない感じっていうことですか。そうです。もうだからちょっとご飯も美味しい時期なのに切なくなるなんてね、矛盾してるななんて思ってます、さあそんな中意外ともっともらしいなんか感じでしたね。すごいラジオっぽかった。ちょっと季節のちょっと俺は我慢できなくて笑っちゃったけど , 笑わなくてもいいよね、ラジオっぽい。すごい合ってた今。すごいよかった。ね、ご飯大好きなのになんか切ないみたいな、なんだろうな。いや最高ですね。いや今日はちょっと疲れちゃいましたね。あ、どうしました。いやもう昼からずっともミニ四駆大会で、あやってたみたいですね。そうですね。ちっちゃいネジをいっぱい締めたんで目が痛い。ちょっともう目がもう限界を、顔色悪いよ今日は。ちょっとね、本当にクマもあるかもしれない。ちょっと走りすぎました。マイクもない状態で吠えてたんで、ガヤだいぶやったんで。ミニ四駆の話ね。ミニ四駆の場所でね、ガヤをだいぶやったんで、今日は僕も行きたかったんですけど、はいはい、ちょっと時間がなくて、セットアップ間に合わなくて。ああ、そうですね。ちょっとね、いやでもね、レベルがやっぱ高いっすわ。高いっす、やっぱり初心者俺とか言ってももうなんか、ね、でも初心者大会がありましたからね。はい、初心者中級、上級っていう。
結構いろんなとこから集まってきたの。いや上級者なんかいろんな大会で優勝したことあるメンバーが40人ぐらいもじゃん。優勝経験者って言ったらもう70人参加中40人優勝者。やっぱ違う、走り違う。全然違います。あれ上級が一番多かった。上級が一番多かった、70人。だって上級者の大会の1時間前にゾロゾロと人が集まりだした、おっさんたちが。なるほど。もう猛者たちが。やっぱだコアな人はすごいんだろうね。いやそうです、岡山から来たとかね。いや、そうです。逆に最近ハマってる人が珍しいんだよ、こう。まあ、そうかもしれないですね。でも、昔からやってるからしたら。もう一回火つけようってこと。ブームの。タミヤブームが、うん。一時ね、すごい流行ってたから。だって、もう返せばね、僕らは小学校時代でいいですからね。だから僕ら、俺らはちょっと違うんだよね。全然興味ないもん。俺らの時は RC カーグランプリって言って、ラジコンの方が流行ってたの。あタミヤの。もうちょっと大人ですよね。そうそう。なるほど。で僕、だから団地にタイガースバージョンをプレゼントしようと思ってるんですよ。いや、この間もなんか家くれるとか言い出してさ、はい、あの鳥谷の背番号が入ったの。そうです、そうです、そうです。タイガースモデルの。そうです。あ、でもムックのたっちゃんからマリナスモデルもらってるよ。そうなんだよ。あ、そうなの。そうなの。おー、すごい。あ、じゃあ、タイガースあります。しかもさ、作ったんだよ、はい、これ。あれ、あれすげえ。あ、すげえ。あ、ちょっと持ってきたんすか。昨日から入ってる、ほら。わあ、うまくない。うまいっすね。いや、うまいっていうか、うまいっすか。だいたいこの完成形だから。ほんと？心配はあんましないっす。ほんと？こうなるようになってる。ただね、ほんとに？このマリノス…コントロと石渕さんか、それ。マリノスバージョン、後でちょっとじゃあ…すごい。うまいっすよ。ひどいっしょ？すごい。ニッパーで切ってない証拠。ニッパーじゃない。ツイッターの方で、じゃあアップしましょう。すごい写真撮ってね。はい。これ、すごい。ものの2時間半ぐらいでできる。かかりすぎだろ。本当に。西口さん本当。本当だね。お音もね、ちょっとおかしい。なんかね、回すと臭いんだ。燃えてます。なんか臭いんだよ。どっか当たってるんですよ。焦げて、焦げて、焦げて。そうなの、うん、なんだろう。でもちゃんと油みたいなの塗ったよ、あのなんか。クリスマス塗らないらしいですよ。え、塗らないんですか。塗らないの。いや、これでも絶対どっか擦れてるわ。こんな嫌な音しないですもん。本当？うーん、出てんじゃないですか。うーん。でも早そうじゃない。遅いです、絶対遅いです、これ。本当？正直、だからシール貼るのかい。早いじゃん。いや、ガタガタ言ってますよ。ミニオンくんガタガタ、言ってます。イボタイヤ、イボタイヤっすか。何イボタイヤ。何これ。マジでおかしいぞこれ。オフロード。いや、オフロード違いますから。スパイク履いてるみたいだよ。レーシングタイヤ履かしてください。いやー、まあ、ダメなんだこれ。みんな音だけしか伝わってない、ね、オープニングで全然ラジオっぽくないことやってね、すいません。はい、すいませんでした。まあまあまあ、今日もいろんなコーナーをやりながら、はい、楽しくお送りしたいと思います。はい、お願いいたします。JALKB の恋する木曜日はいろんな、コーナーがありまして、皆さんにハガキ送ってもらってます。はい、ハガキの送り先、郵便番号 160-0022、東京都新宿区新宿 5-18-21 吉本アランド C、 JALKB ツイキャスラジオ恋する木曜日、各コーナーの係までよろしくお願いします。お願いします。さあ、1曲目いってみましょう。はい、新曲です。うわ、 JALKB でジャラー、うん、暴れる気があれば問題ありません。恥ずかしい子持ってますか、踏み辛い子持ってますか、強い国を持ってますか、人間主義中は大勢。恥ずかしい子持ってますか、夏にハート持ってますか、同じ夢を持ってますか、人間主義中は大勢。一つ
噂さ人気味のメンバーボックス立てるシャイフエルザ神手の神は神倒すエミリあれが東京重慶を釣り名前なんだってすいませんここまで出ているけど思い出せません恥ずかしいと思ってますか伸びかないと思ってますか強い首を持ってますか俺たちを愛してますかあの二人覚えてますか普段下で暴れますか Do it, 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 do絶対知らん絶対知らんよ、そんなの今日、知らんしのコーナーや読んでくれるのははい、私ですあ、通りすがりのはい、太平洋寂聴ですよろしくしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、それではですね、知らんしのコーナーですね、はい、もう本当に知らんしっていうだけです、うん、はいちょっとそのキャラ入れてやるとなんか一個乗っかっちゃうから、はい、普通にやった方がいいと思うよわかりました、うん、切り替えますはいさあ、知らんしのコーナーに移りたいと思いますまた違う知らんしはですね、はい、ですね、知らんしと、うん、まあ、例えばですねそれ聞かされてもはい、そうですね、うん、例えばじゃあ、何か言ってみてください、うん、例えば言ってみてください、何か、うん、昨日ね、うん、ネギがね、美味しいかったのよ知らんし、こういうことですね、例題ちょっとあんまり良くない例題でしたねはい、うん、それでは行きましょうはい行きましょうなんと一番最初に送ってくれた方はこちらあこの方すごいですね、うん、マリッキーさんはいねジュアルネームマリッキーさんこんにちはこんにちははい、それでは知らんし行ってみたいと思いますさっきあったんですが覚えてるから読みます、私のおっぱいは右と左の大きさが違いますだいたい人間って左右違うんじゃないの何でも、まあ、違う違う、まあ、そうですよね、うん、心臓がある方が大きいんですよねあ、まあ、そうなのちょっと心臓が真ん中よりも左に寄ってるから、うんまあ、普通の人ねそうですよねそうですよ左のおっぱいの方がちょっとちょっと大きいですねだから大きいですか大きいんですよちょっと大きい左の方が聞いたことある、ね、あ守ってそうですね、うん、守ってるんですねだから左の方が感じるんじゃないあマジで全体的にああでもそうかもしれない心臓が近いから本当にそうかもしれません、うん、だって血の流れってここからでしょそうかうんそうだそうですそうですほんのちょっとのあれでしょほんのちょっとのあれだけどねだから攻めるときは左中心であじゃあ風俗とかも、うん、なんかオプションで左とかつければどういうことだからさ左ばっかりこう胸とかじゃなくてそう左左ならどこそう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 あでも変なね唇もじゃあ左側しか傷できるのですかあそれはそうなる左チョイスじゃん、うん、そうだねそれ今度じゃあもうあれですよその女の子ライン引いといてもらえないそうそう、まあ、分け目からこう前歯もこうちゃんと真ん中で今度じゃあマリッキーさん確かめるしかないですねそれは訴えられるんじゃないそこまで行っちゃうと訴えられるんじゃないそうだね、うん
わかりました。ありがとうございます。はい。さあ、次行きまーす。ジュアルネーム、はるたさん。はい。くしゃみを我慢して、我慢しきれなくてくしゃみが出ちゃうときペプシと言ってよくくしゃみをしちゃいます。知らない。ちょっと笑ったでしょ。ペプシが面白い。くしゃみでくしゃみが我慢して出ちゃったときにペプシって言っちゃうと。そうですね、ペプシっていうことですよね、これ。ヘクションじゃなくてペプシって言っちゃう。これは本当知らんしですでもくしゃみのところはみんな結構違うじゃない。まあそうですね、うん、ペプシみたいな人もいない？ペプシ！あ、確かにいるかもしれないです。いるよ。ペプシ。ペで始まるのでも大変じゃないかな。結構ね。口を開けてないってことですかね、最初に。そうだね。我慢するスタイルが。スパ我慢。ペプシだってことですね。ね。そうですね。うん、もう出ちゃった感じの。わかりました。ちょっと応援しよかったです。ありがとう。ハデルのイラスト描いてくれてます。うまいです。それでは次行きましょう。これ俺じゃねえ。あ、すいません。エルザでした。本当にうまいの、はい、見間違えるってことは。ちょっと、すいません。ハデルと間違えました。でも確かに。でもハデルっぽい。確かに。髪型が。いや、ヒゲがあった。あ、そうですね。エルザでした。結構古い時のやつですね。エルザの肩になんか、お茶碗から湯気が出てますね。どういうこと？これどういう意味なんでしょう。どういう。あ、落書きにしては。落書きです。昇進巻き跡。そうですね。いや、うまいですよ、でも。そうだ、昇進マキアート。マキアートみたいな、マキアート。知らんし。はい。大爆笑でした。さあ、続いて、ジュアルネーム、こたまさんですね。はい。はい。昨日、お友達のヤギちゃんと牧場に行って、馬、羊、山羊に餌あげてきました。ヤギです。なんで山羊って。知らんし。知らんしじゃないよな、そこはもう。多分、友達のヤギちゃんって言ったけど、ヤギちゃんでしょ。あ、ヤギちゃんです。ヤギちゃんって言ったけど、ヤギヌーブルからさ。ヤギちゃんでした。うん、すみません、こたまさん。なんでお前、ヤギって言ってるしって、ヤギって言われる。こたまさんには。山羊さんだね。多分ね、送ってくれてる人も、エディだけには読まれたくないって思っちゃうよ。そうですね。でもこのこたまさん、うん、ステッカー差し上げます。もう決まってるんだ。決まっちゃった。さあ、じゃあもう一枚ご紹介しましょう。はい、鈴木、これをあさみさんでよろしいでしょうか、まみさんでしょうか。すみませんっていいの。あ、そうか、間違えた。あはははははは、それもそれもステッカーのステッカー、ステッカーです、すみません。ジャルネーム、まあ言わない方がいい、言わない方がいい、もう言いません。それ言うと、つながる、つながっちゃうからね。スズピーにします。ジャルネーム、スズピー。スズピーは、この2人の方に、アトピーの方に、スズピーは読まないの。ステッカーをあげるんだ。ステッカー差し上げます。ありがとうございます。すげえな、これ。もう変わってくるよね。エディのミスを誘ってステッカーを狙う人とかが増えてくる。そうだよ、漢字とかを多めにして。ジュアルネームちっちゃく書いてね。すいません、僕ちょっと次からちょっと、抑えたいと思います。さあ、それで、あ、もうこの方めちゃめちゃ書いてきてくれてるな。ちょっと1個だけちょっと、はい、はい、すいません、はい、申し訳ないです、はい、うさぎ年、翻訳です。神田うのと一緒です。まあ、ステッカー確定してるんでね。まあいいですね、内容は。いいですか、じゃあ、知らんしって言わなくてもいいですか。はい、本当に、はい、なんだろうな、なんか、ちょっと言うタイミングちょっと逃した。難、ねねねね、しかった。すいません。知らんしなんですけど ね。そうなんですね。うん、じゃあ2個目、食欲が落ちてます。いいじゃん。いいですね。いや、だって普通、秋はだって食欲ないじゃん。ね、増してくんやん。いや、でもこれ多分何週間前に。そうだ、暑い時期に帰って。繰り越してんのかもしれないね。そうそうそう。繰り越しですね。もう一個、天ぷらビーンズさんに顔がバレてしまいました。いいだろ。いいの多いじゃないですか、それ。多いですね。婚活するのはやめてます。いいですね。いいね。いや、いいですよ。いい知らんしが多い。星座が苦手です。知らんし。
チラシ上手。チラシ上手だな。ねえ。おいっ子の趣向が変わりました。趣向？何趣向？趣向？趣向ですか？趣向。趣味趣味が好きって書いてます。アンパンマン卒業したとかそういうことですね。ああ、そうです。ああ、趣向だ。あ、これはもう上げてもいい内容を書かれてましたね、これは。どれ？今回の